人がむつまじくいるためには愚かでいる方がいい。立派すぎない方がいい。立派すぎることは長持ちしないことだと気づいている方がいい。完璧を目指さない方がいい。完璧なんて不自然なことだと嘘吹いている方がいい。二人のうちどちらかがふざけている方がいい。つっこけている方がいい。互いに非難することがあっても非難できる資格が自分にあったかどうか後で疑わしくなる方がいい。正しいことを言うときは少し控えめにする方がいい。正しいことを言うときは相手を傷つけやすいものだと気づいている方がいい。立派でありたいとか正しくありたいとかいう無理な緊張には色目を使わずゆったり豊かに光を浴びている方がいい。健康で風に吹かれながら生きていることの懐かしさにふっと胸が熱くなる。そんな日があってもいい。そしてなぜ胸が熱くなるのか黙っていても二人にはわかるのであってほしい。